じゃあ何年卒業の名前を教えてください。2020年3月卒業の山口龍之介です。はい。なぜ柔道整復師を目指したんですか？小さい時からよく怪我してて、でよくこの整骨院にお世話になってて、で、まあ、自分もこういう立場にやってみたいなって思ったのですかね。はい、はい。で今どこで働いていますか？南区の石井骨継ってところです。なぜその職場を選んだんですか？まあ前も言ったんですけど、小さい時からここにずっと通ってたので、そのまま院長に相談したら小屋って言われたので、ここに決めました。はい、なるほど。なぜ名古屋平成看護医療専門学校を選んだんですか？僕の高校の先輩が、そうですね、そこに行ってて、でいいよって言われたので、ここに、そこに決めました。なるほど。国試直前の3年生の生活どうでしたか？辛かったです。まあね、勉強がね、勉強が辛かったです。まあでも、けどやっててすごく楽しかったんで、そうですね、うん。今となっては本当に良かったことです。思い出になる。そうね。みんな頑張ったもんね、最後。そうね、最後の1年だけで頑張ってたんだ。本当ほぼほぼそうですけど。じゃあ柔整のやりがいについて教えてください。そうですね、患者さんにこうやってる時に気持ちよかったとか、あ、良くなったとか言ってもらえることがやっぱ嬉しいですね。やりがいに感じます。じゃあ得意な疾患など教えてください。膝の変形だったり周囲炎だったり、そういうのはよくやります。はい。じゃあ今後の目標を教えてください。今後の目標はひとまず、そうですね、ここで修行をさせてもらって、5年後くらいに、5年6年、そうですね、そのくらいで開業できたらなと思ってます。なるほど、わかりました。ありがとうございます。